レイジョンチャンネルで僕らは育ったケイジョンチャンネルの子供たちだ。はい、ケイジョンチャンネル、ケイジョンチャンネル始まるぞ。パラ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 ララララ。はい、さあ本日はね、頼まれちゃったんですよね、はあ、バタヤンが、はあ、お子さんいるじゃないですか、はいはい、なんか夏休みらしいことをしてあげられてないらしいんですよ。ほんでなんか知らないけどケイチョンさん夏休みしてくださいみたいなことをなるほどちょっと言ってきてるんですよね。まあ無視しててもよかったんですけどいてるあれっすよ。こんにちは、元はこんにちは、おはようございます。あら嬉しい、ありがとうございます。いやねえ、みんな大好きなケイちゃんなの。いやもうほんとメガネ一家ですね。メガネ一家が大登場いたしましたが、はい、どうしよう、なんでケイちゃん抜けだ。パラッパラーパラッパラー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 。はいはいはい、これどう、おシャンティおシャンティ。リュウノスケです。龍之介くん、11歳です。11歳、小5ぐらい、小6。じゃあちょっとケイチョンにだけ顔見せてください、はい、こっち1個、もうちょいこっち来て。なにお前かっこいいじゃん。やっぱりそうでしょ。かっこいいじゃん。むっちゃ男前やね。バタヤンと違う。父さんも俺知らないんだけど、お父さんがかっこいいんですよ。なんかうち、はい、そしてしゅんすけ、しゅんすけくんね、しゅんすけ、はい、小5さんね。えねえ、あ、バタヤンだね。あれ、うちの私なんですよ。あかりちゃん。あらーらーねー、もうこれそっくりじゃない、これに。ねえ、アナ雪そっくりじゃない。あかりちゃん、これそっくりね。違うねねそして、はい、そして自己紹介お願いします。はい、バタヤン46歳です。よろしくお願いいたします。あ、すいません、じゃあこっちの手がないと。ちょっと待って、泣いてる。ちょっと待って、なんで。お父さんが、そうよ、何なの、どういうこと。お父さんが、うん、膝の手術があって、うん、膝が悪くて、で1ヶ月入院してたんですけど、その後も松葉杖で、うん、で家から通えないから、実家の方が会社近いから、だから今丸々2ヶ月家いてなくて、うん、でまだ9月の下旬ぐらいなんですね、戻ってくる。だからどこにも本当に子供たち連れて夏休みらしいことができないので、本当に今日はもう山本さん感謝しかないです。ありがとうございます。みんなちゃんほらケイちゃんありがとうって、ケイちゃんお願いしますって。お願いします。いや、もうさ、それもう、バタヤン家の、もう、事情でしょ、はい、父さんが9月中旬まで帰ってこない。これを、ケイちゃんお願いしますの一言で、まあ、済まそうとしている部分、気に入りました。ありがとうございます。行きましょう。はい、お願いします。
バタヤン。はい、ありがとうございます。はい、到着いたしました。嬉しい。いつもここ来てるとこじゃないですか、ケイチョンチャンネルさん。そうなんですよ。はい、見てください。今日は富士山が、まあ。全然見えないね。見え。だから、あそこ本当富士山ダーンってあるんだけどね。ここにね。富士山めっちゃ見えんねんで、ここ。そうよ、ここ。千円札持ってますか？この千円札のここ後ろあるでしょ、うん、こここの今日雲がかかってるんで、あ、確かにあそこちょっとだけ富士山の端っこの方だけちょっと並んで見えへん、ね、あそこ。今日は皆さんの行いがあまり良くないので今日は隠れてますね。宿題しました？してないでしょまだ、うん、ほらやった、夏休みの宿題やって終わってないでしょ、うん、終わった、 あと1個だけ、ほらほら全部やってたら見えたよ。何日ですかもう今8月の。え？いや、ええってえってまあまあまあいいです。でも、ケイチョンの10年前の行いも悪かったですからね。それじゃないですか。何やったか死ぬみんな。お前がそういうの今言うことじゃないじゃん。何やったかってなって、お前聞いてみ、10年前何やったか。10年前どうしたんですか。何10年前どうしたんですか。何そんな10年前逮捕、逮捕されたの、逮捕。え？泥棒だ泥棒じゃん、ただ泥棒だよ、この人嘘つき泥棒だから気をつけてみんな。逮捕されてないから僕ね、おじさんもおばさんもいろんなこと言うけど、これも逮捕とかないからね。今日ほら、何にもないところじゃないんです実は。はい、はい、ほらもう、こちら隣隣もう用意できてます。これが、はい、用意してくれてたんですって。用意してくれてます、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。テントも張って、はい、ちょっとここね、あの紐気をつけてくださいよ、ここね。あ、痛い、あ、砂が入った、熱い、熱い。おはようございます。いやおなじみの、いやいやいや、すいませんね。はいはい、そしてもうあのケイチョンチャンネルではおなじみなんですけど、ネイチャートリッパーの木崎さん、はい、そして手下のミネ君です言い方あるでしょ、手下。なんで今日はね、私の指示をして、はい、今日はバタヤンの子供たちの休日夏休みを、はい、楽しませてくださいということで、はい、用意をしていただきました。ありがとうございます、はい、頭をすごく下げて、ボズ、ありがとうございます。頭下げろ、ボズ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 です。めっちゃ嬉しいです。ねえ、マジでやめて、ね、冷たい、はあ、なんて楽しそうなんだ、はい、帰りのズボンがさ、いや帰りのズボンあるよ。皆さん今日なんて聞いてきてたんですか。いや、ただね、うん、なんかまあキャンプするから用意しろだけ言われてね、朝5時から朝5時から来てるんですよ、朝5時から。申し訳ねえ、なんかでまたあれじゃないですか、なんかいい格好しいのやつじゃないですかまたですよおじさん、あのさ、言わんと、あの見てください、ちょっと坊主が海坊主が海坊主や、海坊主が海坊主決めてる、海坊主が、すいません、翔さん。あ、いえいえ、全然その、ちょ、ケイちゃんちょっと怒ってますよ、何二人何も聞いてないです、細かいことは。僕は全然怒ってないな翔さんは怒ってなかった。どうしました。ミネさん怒っている。細かいことはだって、いや、連れてくるんだ、連れてくる、言っといてもらわない。何も聞いてない。何が、何がですか、何が、何が子供たちがいるでしょうが。いや、だから陰で言ってるじゃん。陰になってないでしょ、こうやって揉めてるところだって。朝5時半って言ってますよ、やってますか。俺申し訳ないさ、なんかそれぐらいでやっとかないと間に合わないし、5時半ぐらいね。そうです、ほらそうですって言ってんだよ。いや、だからこっちやって、何が文句あんの、あなたは。じゃあみんなが楽しんで帰ってもらえるんだよ。いや、そう言うから、何もしない、してるでしょうが子供がいるから、子供がいる、指示をしてるでしょ、子供いるからって。吠えてる大人怖いです。指示をしてるのか、子供吠えてる大人は怖いねえ。もういいっすか。はいはい、ね、指示をしてるでしょうが。今水遊びしとくから焼きそば作っとけよ
焼きそば作ってハンバーガー、ハンバーガー用意できるの、焼きそばとハンバーガー、ほら、焼きそばとハンバーガー違う、何でも言うね、いい、はいはいって言うからダメな、ダメな人間が、ハンバーガー食べたい、え、ハンバーガー食べたい、はい、ハンバーガー作りなさい、作りなさいって言うのも頼もうって言えばいいじゃん、言い方として水遊びをしてるからハンバーガー作りなさいよ、でかいぜ、これがちょっと一個、あの逮捕されたってすり込んじゃったから僕がやめろよお前、逮捕されたこれで怒鳴ってたらもうほんま怖い人と思うから、う子供血圧上がると良くないんで、そうです、許したよお前、もう血圧上がらないように声ここ怒るのはおかしい、ここ怒るのはおかしい、すいませんごめんなさい、絶対に間違えたね、あれやらーなんでダメだって、あったあったそう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 、めっちゃ楽しそう、楽しそうですね、嬉しい、ありがとうございます、よかったよかったよし、楽しいですか、楽しいね、よかったですね、うん、ケイジョンが一番楽しんでます、めっちゃ嫌嫌やんか不動産あれ誰、誰よりも遊んでるんめっちゃ遊んでる、誰よりも遊んでる、怪しいなと思ったら、もう少し行くから海坊とか、やめろ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 、どうしたんだんだ、びしょびしょであなた、あなたでしょ、抱き上げてぐるんって待って、頭こんななったでしょ、私、そうでしたか、久々に見ましたよ、おじさんとおばさんがあの水の中で戯れてる絵、ああそうですか、めっちゃ久々に見ました、ということはおばさんはこちらですけど、おじさんは私ということで、そうです、なるほど、おじさんがおばさん投げてました、おじさんがおばさん投げ、うん、見てください、ハンバーグです、ハンバーガーの上、うわーすごいすごい、いやちょっといつもずっと子供たちハンバーガー食べたいって言っててな、作って、ええ、ここは今からハンバーガーを作って食べます、やったーイエーイ、え、あれなんか味付け、なんかそれはシーズニングっていうかスパイス、辛子、辛子、辛子じゃないです、はい、あー美味しそうな匂い、あーママが好きそうな匂いだこれ、あー分かるわ、昨日夜はママの料理何食べたんですか、スーパーとかで売ってる塩ラーメンで食べた、昨日の夜はスーパーとかに売っている塩ラーメン、はい、塩ラーメン好きなんですよ、塩ラーメンが好き、それはいいんですけど、はい、スーパーとかに売ってる塩ラーメンをそのまま、もうそのままで、父さんがいないんでね、はい、まあ昨日はちょっと、はい、塩ラーメンです、塩ラーメン、じゃあこれ僕の、はい、髪をかけてるよ、ね、まだよ、あ、美味しそう、はいはい、待って、はい、かけます、はい、うまそう、頑張ってください、かけまして、かけた、かけた、これはおしゃれわ、ハンバーガー何個ですか、うわすごい、3個、子供たち、あれ、うん、食べたい人、はい、はい、はい、また 1,2,3,4,5,6 人ですね、で6個3つだから、うん、じゃんけんで決めましょう、ダメです。いい？いいこと言うね。ダメ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 。ダメ、はい。はい、1個、はい。じゃあ。じゃあお母さんは子供たちに食べさせられないから、とりあえず抜けるわ。そう、俺も抜けるわ。抜きましょう。はい
一人抜けません。大人なのに入って最後はグッジャンケン、はい、やったーイエーイやったーイエーイこれはだってお兄ちゃんが、お兄ちゃんが明かりのにね、明かり先どうぞって言うんでしょ、お兄ちゃんが。あなたが言いなさいよ。なんで私だってじゃんけん勝ちましたもんね。54でしょ。どう思うみんな、どうしたらいいかも、これ。いや、あげるじゃん。あ、わあ、優しい。優しいな。ありがとうね。ありがとうな。高いとしいな。高い海もんぜ。ありがとうな、明かりにあげてくれ。俺はこれ食べたいから。お前はずっと海にいる。みんな構わずだけど、じゃあこれをもう。じゃあ分かった、俺もあげるよ。あかりは俺もあげる。2個、2個って食べな。やったじゃん。あかりちゃん、これもあげる。ありがとう。ナイスシュン。ナイスシュン。ナイスじゃん。ペロペロいっぱい舐めろ舐めろ。ケーキを食べられ食べられ。いっぱい舐めたれ舐めたれ。これで食べられ。いいぞ。おかん、いっぱい舐めたれ舐めたれって何ですか、その。舐めたらこっちのもんや。もっと舐めたれ舐めたれ。いけいけ。いただきます。うわぁ、すっごい美味しそう。ええー、うまっ、美味しい、うまい、しゅんどうも。あー、美味しい。ポピちゃん美味しそう。あー、美味しいな。なんでじいちゃん食べないんだろうな、こんな美味しい。ないからね。こっちも可愛い、そうに、可愛い、そうに。俺、ジャンケン勝ったんだよな。こんな美味しいのに。いいもんね。美味しそう。これパンもめっちゃ美味しそうな。パンふわふわだよ。これもう一個食べるし。あ、そんな美味しい。一個も食べてないけど、もう一個食べればダメ。食べられへんし、まあ、そのうん、美味しい、ね、うん、いやこれもうパンから何から本格で美味しいつけます。はい、よかったですね。ありがとうございます。これは嬉しいよ、あかり。よかったね、俺の食べさせてあげてるからね。私だよ。はい、バタヤンスタッフ食べます。美味しい、めっちゃ美味しい。パン食べていい、これパン。スタッフも食べてください。これ、アドレ食っていい。あ、ありがとうございます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいね。やばい。そうでもないでしょ。ママ閉めて。美味しいよ。あ、聞こえてました。聞こえてました。いや、そこまで、そこまでかなと思って。よし、じゃあ俺ビア缶チキン作りますね。はい、ビア缶チキン。うわぁ、好きだよ。こっち行きます。これ何でもいいです。中だ。それなんすか。これをね、すり込む。へー、これね、もうほんとこれだけでいい。これ中赤でいい。1個いいっすか、ケイチョ。めっちゃささやきおかみいるんですけど。何がですか、ささやきおかみ。オリーブオイル。はい、何やってるんですか、今これは。これね、あのオリーブオイルを全部こう鶏にね、はい、聞こえてましたね。ちょっと待って、急に何作ってんですか。私初めてこれを見た。はい、ビア缶チキンっていうのを作ったの。鶏ビールを入れるんですか、うん、でこれをね、ビールを入れる、うん、ビール入れるんですか。はい、こっちに聞こえビア缶チキンです。ビア缶のチキン。あ、ビア缶。はい、俺運転ある、ね、ビアの缶。あ、じゃあ僕ちょっと、うん、お前ダメだよ。お前がやる。運転ない。お前運転ないな。マイクせえ、お前。あ、もう帰るもお前もさ、運転ですよ、これです。うめえ最高。あ、俺運転できないさ、ごめんなさい。うっかり。お前、俺が飲めばお前運転だって。お前飲みすぎや、お前。うん、まで、これビア缶チキンつって、はい、で、これをここに入れる、うん、あ、そういうやつね。はい、これをちょっと蒸すみたいな。はい、で初めて見た。うわ、これを子供たちに見せられへんわ、こんな鳥がこんなのを見れない。
ちょっとトラウマなのかな。二度と鶏肉食べてくれないでしょ、このこの姿。これ見たら。やったことないでしょ、全部シーズン受けてるじゃないですか。この人は、ね、初めてやるやん、もう。この人は関係ない人。うわー、みんな見てこれ。チキンじゃん、チキン。はい、で、かぶせます。ね、まだ潜ってもいいですか。いいよ、いいよ。はい、これです。すごい。これどれぐらいするんですか。これまあ30分ぐらい。ぐずぐずってやってると様子見て。ああ調整しますまず、はい、スモークでもう焼く感じ。めちゃくちゃ美味しそう。でもこれそうすると出来上がります。みんなこれめっちゃ美味しいって聞いてなかった。おい。はい。ああ楽しい。誰も聞いてなかった。誰も聞いてない。これ今食べるから。ザ・キャンプの中のキャンプって感じですね、本当に。うわー、これ美味しい。うわー、すごい。嘘でいいし、これすげえ。なんだこれ。あ、これ旨味なのめっちゃくちゃ。うわー、なにこれ。なにこれ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。